皆さんこんにちは。今回は間違い探しの写真編です。左右に並んだ写真に3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを80秒以内に探してください。それでは早速始めましょう。1問目です。野菜の写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。まず1つ目はミニトマトが1つ減っていました。2つ目はパプリカの種が変わっていましたね。そして3つ目はサヤエンドウの向きが変わっていましたよ。それでは次に行きましょう。2問目です。話をしている写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。まず1つ目は男性の水着の柄がなくなっていました。2つ目はココの葉っぱが消えていましたね。そして3つ目は男性の腕にアクセサリーがついていました。見つけられましたか？イラストよりも写真の方が難しいですね。3問目です。部屋の写真です。違うところを3箇所探してください。
終了です。答え合わせです。まず一つ目は本が増えていました。二つ目はライトの角度が変わっていましたよ。そして三つ目は影の形が変わっていました。四問目です。キッチンの写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。まず一つ目は容器が一つ減っていました。二つ目はポットの取っ手がなくなっていました。そして三つ目は泡立て器が小さくなっていましたね。それでは最後の問題です。クッキングをしている写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。一つ目はパプリカがなくなっていました。二つ目はここの白菜が消えていましたね。そして三つ目は胡椒の蓋に穴が開いていませんでしたよ。細かい間違いでしたね。それでは最後におまけ問題です。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。見つけることができた方はぜひコメント欄にてお待ちしています。この問題は以前配信した動画です。概要欄に記載している URL から答えをチェックしてくださいね。
最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは脳トレを無料プリントとして配布しています。ホームページもチェックしてくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。